はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。近藤辰之様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。政治活動資金にさせていただきたいと思います。11月23日の NHK スクランブルデモは、雨、一日中雨、しかも結構強い、のため、中止になります。12月4日日曜日、開催に向け、調整中であります。今日は、公園の使用許可、申請行ってまいりました。あとは許可証を取りに行って警視庁行って警視庁行って、渋谷署行って渋谷署行ってというのは残っておりますけれども、まだ正式発表はまだですけど、警視庁の手続き終わんないと、告知やめてくれ早いって言われちゃうんで、しませんけれども、12月4日 NHK スクランブルデモ開催いたします。 in 渋谷、皆様よろしくご参集ください。我々が誰もいなくなった時にもまだ紅白外国人ばっかり先行してては嫌でしょ皆さん、そうなる前にぶっ倒しましょうねということで、火曜どもに次期 NHK 会長に行って祭り上げられて、すっかりいい気分になってしまった前川喜平、黒髪色白細身女子専門貧困調査員、本人もその気になってしまう。 NHK を変えましょう。権力におもねらず真実を追求し、視聴者市民と共にある公共放送を実現しましょう、などとですね、真実が一番嫌な人が言っております。真実が一番嫌いな人が言っておりますね。ネットの反応です。きっしょ。面白い。ふざけてんのか。市民って言葉使うやつは信用できん。恥ずかしくないんですか。女子高生に偏った放送思想、貧困調査報告書提出が詐欺だ。貧困調査の結果報告がまだですか。豚もおだてりゃ木に登る、右傾化とか言ってる時点で天下り斡旋でクビになった人が、 NHK が問題だと思うならスクランブル一択だろう。 NHK にとどめを刺すための資格ってことなら何が怖いって本人がその気になっていること。きっしょ、気持ち悪い。文科省トップだったが、天下り斡旋でクビになり、安倍総理を逆恨みして安倍川開始と、若年改春クラブに2日に1度通うという精力家ですね。生後絶倫っていうんですか、60近いのにね、60超えてんのに、貧困調査だとごまかしても安倍川さえやってればテレビ新聞は味方で叩かれないし、バカパイオどもが褒めてくれるしで、もう やめられまへんな。甘くてやめられまへんな安倍川はね。こいつが会長になったらですね、 NHK 会長になったら女子高生番組増えそうですね。一日の半分ぐらいは女子高生のワイドショーみたいなのやってかもしんねえな。朝ドラなんか Love on the Beach とかピーチクラブとか炎の貧困調査とかっていうドラマになっちゃって、トーク番組は、サンデーイブニング、主演はもちろん関口宏と、紅白は日本人がいなくなる。なんかグラミー賞みたいになっちまう。 NHK にとどめさせてくれそうですね、この人。政治資金収支がダメで辞任した寺田稔総務大臣の後継は松本武明衆議院議員63歳兵庫だって、いきなり会場の収容人数をはるかに上回るパー券を売り資金を得た、疑惑が出ておりました。いきなり、ネットの反応です。うわー、また世襲かよ。岸田、人を見る目全然ないな。人事の岸ここにあり。こいつも辞任したら4人目か。事実なのであれば頭を抱えるレベル。あれ、こいつ民主党じゃなかった。民主から寝あえたあいつか。元民主はあかんだろ。身体検査してまともなのが元民主だけだったって落ちと、欠席を前提としたパー券購入は、献金として処理すべきなんですけれどもね、ただの献金ということでね、松本は2000年から2014年まで14年間も
民主党にいた売国奴であります。尖閣諸島のあの、海保船がですね、中国漁船、武装漁船がぶつかって、船長釈放した時も、まだ民主党に嫌がった売国奴であります。野党転落した民主党を見限って、麻生派に拾ってもらった政治や、統一とか無関係の人選したら、元民主党しかいなかったって、オチですかね、これ。かつて、麻生、大塚公平、細野、古川、松井なんかとともに、1000万人、移民受け入れ構想を共同提案したっつ筋金入りの国賊、こんなのが大臣でございっておっきな顔できる古き悪しき自民党昭和がやね、松戸市の選挙でもう法律に違反して長時間ここで朝から晩までやんだなんて言いまいて全然場所譲ってくれなかった自民党候補もいましたけれども、傲慢だよな、なんかな、自民党な。この総務大臣も長くなさそうだな。話聞くだけは聞くが、人を見る目が全然ねえな。耳は良くて、決断はしないですけど、決断しないから、人の話聞いても決めらんないのは、聞いてると言えるのかなっていう哲学的な、問題に発展しそうですね。山の中で木が、大きな音を立てて倒れたが誰も聞いてなかった、その場合音がしたと言えるのかっていうですね哲学の問題、3人の大臣の辞任のおかげか内閣支持率は順調に右肩下がりで上向く気配なし、岸田内閣の支持率が政権発足以来最も低い 30.5% に、これ、ANN の調査みたいであります。ネットの話です。増税。宗教団体を規制しろ、減税はしないと明言したから、増税はしないとは明言しないのに、減税はしないっては明言したっていうね。総理の器じゃないという以前に、リーダーに向いてない。新しい資本主義はダメだったみたいだね。だからといって上がらない野党の支持率。内閣支持率が、ギリギリの方が増税しにくくていいんじゃないのかな。もう好きあらば、なんかあれば、あの手この手で増税しようとしてる気満々ですもんね。岸田さん総理になってから増税しようっていう連中の鼻息の荒いことは荒いこと。鼻もげそうな勢いで鼻息ふんかしてますよ。ツイッターがまともになったんで、立憲や共産党の政権与党になる可能性はゼロですし、支持率低いくせにですね、財務省に脅されて消費増税しちゃって、見事に野党に転落した野田政権っていうのがかつてありましたが、これはあいつらがバカなだけで、まあ普通はそんなことしないわな。支持率ギリギリ低かったら、この上下げそうな増税とかはとても言い出せないわな。財務省は増税できて天下り先増やせれば議員なんかどうなってもいいっていうことを知れよなっていうのに、言いなりになってないでな、騙されてないで、自民党議員はね、財務省が連れてくる経済学者の言うことなんて聞くなって、どうせ財務省に都合いい増税しましょうってしか言ってねえんだからさって思っていたら、もっと支持率が下がりそうなネタが出てしまいました。週刊文春最新号、昨年秋の衆院選で岸田総理自身に公職選挙法違反の疑い、選挙収支報告書に添付された約270枚の領収書のうち94枚が空白の宛名と正し書きと、正し書きっていうのは飲食代としてとかですね、物品代としてとか、ああいうやつですね。現物も出ておりました。なんか文春が総務省に開示請求してですね、ゲットした代物らしいんですけども、誰々様の誰々様もねえし、何々代としてなんかもねえし、確かにねえな。ネットの話、舛添したん、会社で言ったら横領だろ。ついにセルフ更迭か、せめて左手で書くとかしろよ。俺たまにやってるぞ。やっちゃダメだろ。総裁に選ばれた時のキッシーの笑顔忘れないよ。もう総理じゃない風になって辞任してることになってますね。ベテラン議員ほど黒いのなんとかならんか。政権交代はいいんだが立憲は勘弁な。岸田の後に河野も嫌だし、ガースーのリリーフ希望、野党が追及して
自爆する未来が見えるこれ私も見えます、自爆する未来。文春12月1日号で暴露されるそうなんですけど、選挙中の首相国って厳しいんですよ。ありえないって、政治団体首相国の比じゃないぐらい厳しい。これよく受理されたな。私参院選やったんで、その期間のですね収支報告してんですけど、プロにお願いしたんですけど、この件ね、プロに確認しました。そしたらね、受理、持ってった時にバーッと見られて、宛名なんか抜けてると、ここ抜けてますよ、書いてください、って差し戻される。たまにですね、ネットでなんか買った場合、住所がない時なんだって、それもですね、書く欄があって住所書いてくださいって言われるんだ。そんな空白で3分の1もそんな空白で出すなんてありえねえっていう話でありました。あと住所もですね、その発行した店の住所、普通はさ、省略してさ、3-2-5 だったら 3-2-5 とかするじゃない。それじゃダメなんだって。ちゃんとですね、3丁目2番地の5とか書かなくちゃいけないっていう、それぐらい厳しい。ありえねえこんなのって言っておりました。私の参院選の選挙収支報告書やってくれたプロが、Amazon やヨドバシなどネット注文の領収書はですね、自分で宛名書いたりするが、税金の収支、税金の確定申告だったらこれはいいんだって、宛名なくても。例えばですけど、中華料理店からのものだったら中華料理しかないわけじゃん。あと飲食代としてとしかありえないわけじゃん。なんとか文具店であったら、なんとか文具店は文具でしかありえないわけじゃん。税金の確定申告は宛名なしも、正し書きなしも、ありうんだけど、選挙収支報告書はありえないそうであります。なんで、戦艦、戻さねかったの？忙しい場合はですね、まあ、受け取るだけ受け取って、戦艦がですね、チェックして、後日ですね、ちょっと訂正印持って来てくださいって呼びつけられて、直させられるって話であります。差し戻し。94枚も、1年以上も空白のままって、戦艦も総務省も、ぐるなんでしょうかね。去年の9月に総裁選に勝利して、もうその時岸田さん総理だったから、総理。で、選挙は10月だったから、総理の収支報告は一切見ないんでしょうか。優遇っていうか、恐れ多くて。まあ、これでますます支持率下がりますわね。俺らが、ツイッターその他で騒いだら、騒ぐんですけど、増税するところじゃ、なくなると嬉しいな。早く高市さんに代われ。野党にとっては格好のネタなんですけど、叩けんのかなーって。お前は200枚空白だったぞんって、ブーメラン直撃の未来が見えちゃうんですけどね、私には。イーロンマスク、ツイッターは日本中心。日本の人口はアメリカの3分の1にであるにもかかわらず、日本にもアメリカと同じ数のデイリーアクティブユーザーがいますと。つまり、人口3分の1の日本がアメリカの使用者、顧客と同じぐらい、日本が中心である。言っておりました。ネットの反応です。知らんかったわ。そうだったのか。パヨイライラ。アメリカ人は短くて面白いことを言えないから。日本語は文字数制限に強いから。米国株のコードで検索すると日本語コメントばっか引っかかる。日本の広告スポンサーは離れてないし、まあ価値があっからでしょうね。ユーザーが多くて広告効果があっからでしょうね。バレちゃったね。日本人のツイッター好きは異常。万葉の頃から読み人知らずの国だから。架空アカウントも多いのでは。平安時代あたりから面々と続くメモマ民族だから。パヨさんたちがニラニラしてですね、免疫が落ちてくゲージが見えるな。日本人だけで5000万人やってますからね。ツイッター、日本改革党も支部長との連絡、ツイッターの DM やってますわ。これで連絡してます。私は漏らしちゃいけないアドレスとかいっぱいスマホに入ってまして、LINE できないんです、私。公安の〇〇さんとか、他に漏らしてはいけなさそうな。どうせ韓国に筒抜けなんじゃん、 LINE ってさ。
短い言葉に情感を込める遊びの俳句の影響もあるんじゃないかな。つまり日本人は、向いてん、元からツイッターに向いてる日本語は、140文字以下で面白いこと書ける人は、現代の俳人ってことで、いいでしょうか。俳句書く人、俳人、現代の。ツイッターの達人イコール俳人である。朝から晩までツイッターに張り付いてるツイッター俳人もいますけれども、漢字ひらがなカタカナ英字の4種類プラス顔文字使いこなす言語能力もあって、短い文章で相当な内容を表現できる日本語は、文字制限あるツイッター向きでしょうね。その代わり習得の困難さは世界一だそうなんですけどね。これはCIA が発表しておりました。さすが世界各国にスパイを送り込む CIA、どの言語がどういう特徴があるって、調べたんだろうな。日本語が一番習得に時間がかかる、もうダントツでという発表ね。もう一つの原因は日本人の異常な筆豆。これは基礎的な教養が高い、教育水準が高いっていうのもなんだと思いますけれども、英語を母国語としている人は人口は 3.8 億人。A、ベイ。あとどこ？オーストラリア。3.8 億。第二言語として普通に使用している人は 11.2 億円。これはドイツ、フランス、イタリア、インド、フィリピン、ナイジェリアの 11.2 億円。合計15億人が日常的に英語を使用してるんですけれども、ネット上に飛び交う言語数を調査すると、なんと英語と日本語はどっこいなんだって、毎年。調査した年によって入れ替わりがあるが、日本語と英語が1位と2位っていうのは不動だそうであります。不動。1億2400万人しかいないのに、だって日本語なんか日本人しか使ってねえでしょうよ。使ってないでしょうよ。だから1億2000万人しかいないのに、15億人と、ため張ってるっていう事実。これは日本人は英語民の12倍もなんか書き込んでるっていうですね。異常な筆豆。ブログであったり、ツイッターであったり、にちゃんであったり、私も毎日毎日結構な長さのメルマガ書いてますけれども、日本人の筆豆は異常っていう結論に達しますね。イーロンにとっても、ツイッター JP の是正は優先事項だったんでしょうね、これ。日本が中心だっつってるぐらいだから。4人に3人が、74% が解雇されたって聞いたけど、それでも何の支障もないってことは、クビになってた連中は、今まで何の仕事してたのかな。パヨ記事選んでトレンド操作に人員の4分の3差したのかな。一回も黒字化しなかったの、当然ですよね、これね。是正されて、よかったよかったという感じであります。というわけで、11月23日の NHK スクランブルは中止。雨のため。ずーっと雨のため。その日1日。12月4日、NHK スクランブルでも開催いたします。皆様よろしくご参集ください。デトックスジャパン。